こんにちは、と申します。今回の動画は無課金アカウントディビジョン1チャレンジの補強編ということでね、お久しぶりです。ディビ1チャレンジね、久々なんですけども、昨日シーズン2開幕して、いろいろコンテンツ追加されて GP とかチケットね、大量配布されてたんで、めちゃくちゃ集めてきました。でイベントもかなりこなしてGP がさ、やばくない？これ199万 GP よ。ログインしたばっかりの頃は30万 GP とかだったんで、160万 GP 獲得したということで、もうこれさ、好きな選手取り放題で、ムバッペ取ろうと思ってたんだけど、無料券で確定でムバッペゲットできるみたいで、ちょっともったいないから他の選手に GP 使おうと思います。とりあえずまだ決めてないんで、いろいろ来てるチケットとかガチャ引いちゃって、そこから決めようと思います。まずね、スペインエピックガチャ、まあ、出るわけがない。はい、パウミエリ。一応今国籍限定のイベント来てるんで、それ用に戦車を売らずに取っとこうかなと思います。コインもらえるんでバカにならんからね。一回一回習慣はキミヒが欲しいな。キミヒ中盤で使いたい。ワイングリッシュ、ガルナチョだね。本赤でもガルナチョだったんですよ。なんか同じ選手ばっかでんな。どんどん行こう。フランス最後に取っておいて、日本回すか。これ日本も全部引かせてほしいよな。鎌田がガチ強いんだよ。星5。星4か。鎌田と久保は星5なんだよね。柴崎岳。昨日の試合ね、1本いいアシスト通ったね。まあ出ないでしょう。まあまあまあ、ここまでは練習というかね、余興よ。ここがメイン。先にムバッペ取っておきたい。まあ絶対ね、全員獲得はできるんで、そこまでうわーとはならんけど、やっぱね、すぐ使いたいじゃん。星5からの、はい、ありがとうございます。もう勝ちでしょ、ムバッペゲットしたら。いやー、これはいいね。あ、それでさ、今回追加されたのがスタンダード選手チケット、これが追加されたみたいなんで、これランダムなんだね。これもポンポン引いてこう。あ、ザッハいいね。トレーナーも結構配布してくれたから、かなり育成もできる。バメヤンさん、マジ追加コンテンツ多すぎて、マジで嬉しい、忙しいで大変だ。操作感も結構変わったからね。ドリブルがバチクソ強くなってる。お、いいね、マルティネンリ、かなりいい引きだね。いいところ引いてるわ。まあ、メインは星5確定フォワードチケットなんだけど。ハーランドあたりゲットできたら嬉しいね。キエリーニ。アメリカのリーグにいるんだっけ、今。よし、じゃあ本番。ちょっと待って、獲得可能選手。まあ、よく言うならメッシ、ネイマールあたり欲しいね。さあ、誰が来る？とりあえずリーグは？ラリーガ。中盤あたりかな。パティかな。はい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 、まあ、全然いいね。はい、ということでかなりね、補強できたね。ここから、いや、メッシとか獲得しちゃうか、まあ、とりあえず一旦今いるメンバーでスタメン組んじゃおう。はい、ということで軽く組んでみて、今こんな感じのメンツにしました。あと190万もあるんで、メッシとネイマールも獲得しちゃおうかなと思います。まあ、とりあえずね、今回は補強ということで、ランダムなチケットで選手を獲得してみたっていう感じで終わろうと思います。いや、一発でムバッペは嬉しいね。この後早速育成してね、試合の方やっていこうと思います。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価で応援お願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。